動きについては何か決まったものはありますでしょうか。今現在調整をさせていただいておりまして検討中でございます。ということは調整中ということは何かしら、何かこう動きがあるというそういう前提で考えていますか。はい、結構でございますが現在調整中でございます。はい、それであればちょっと一つお伺いしたいんですけども、少なくともですね、先ほども出ておりましたが、まあ、菅前首相や江戸の大臣や海江田元大臣らがですね、まあ、質問に答えていると。でただしその答弁は相手が民間ということで公平性の観点からインタビュー質問に応じなかったというご説明だったと思うんですね。そうしましたらですね、まあ、少なくともその 3.11 に合わせて、まあ、事故当初深く関わっていた先ほど申し上げた方々のですね、例えばこの会見場で公平に質疑に応じるという手もあると思うんですけども、この辺はですね、その検討項目にありますでしょうか。はい、今のところ3月11日につきましては、1周年、1年経っているところでございますので、松本のですね、会見を予定をさせていただいております。その他にその今 の, 先ほど調整中ということだったんですけど、この会見場でですね、まあ、それとは別に勝俣会長らのですね、会見というのは検討項目の中にはありますか、それと全く視野にないですか。はい、いろいろと役員もですね、当日につきましてはいろいろな所要がございますので、その辺を今所要というのは例えば、はい、現場の方に行かれるとか、そういうことも含めてですね、はい、現場もございますし、はい、いろいろなところに、まあ、いろんなところの行事につきまして出席をさせていただくと、そういうようなこともございます。従いまして今現在検討中でございますが、基本的には3月11日の会見につきましては、松本の会見をさせていただこうというふうに思っております。今後またそれに加えてって可能性もゼロではないですか。もうこれは松本さんのみの会見ということになりますか。ここそれはまだ未定です。未定ですか。わかりました。そうしましたらですね、その皆さんのその 3.11 の動きが決まった時点でですね、公表していただくというのは可能でしょうか。まあ、公表できる部分とできない部分がございますけれども、まあ、会見をやるやらないにつきましてはお話しさせていただければと思います。あと例えばその現地に行かれるとかですね、そういったご予定が決まったら公表ということは、はい、すべてのですね、現地での予定につきましてはやはり相手先のこともございますので、すべてについてはお答えは回答を控えさせていただきたいと思っております。できましたら大枠でもいいので、もし公表できる範囲であればお願いします。はい、わかりました。はい、引き続きご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようでございますので、本日の作業結果並びに明日の作業予定を申し上げたいと思います。まず、